ネイサン・クオーリーは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。カリフォルニア州、アーケータ出身。チームクエスト所属。ネイト・クオーリーとも表記される。24歳の時、特定のバックボーンやスポーツ経験を持たないまま、総合格闘技を始めた。2001年9月8日、エクストリームチャレンジのドリュー・マクフェドリーズ戦で、プロデビューし、2ラウンドで TK を勝ち。 その後もグラディエーターチャレンジ、キング・オブ・ザ・ケージなどに出場し、キャリアを重ねた。2005年、デビュー以来5勝1敗の戦績を買われ、リアリティ番組のザ・アルティメット・ファイターシーズン1にミドル級選手として参加。ランディ・クー・トゥア率いるチーム・クー・トゥアに所属し、UFC との正式契約を目指すが、シーズン序盤のトレーニングセッション中に、隣で練習していた選手に衝突され、 足首に全治6週間の怪我を負った。シーズン中は問題児であったチームメイトのクリス・リーベンのことを特に気にかけており、孤立するリーベンをかばい、好人物として人気を博した。その後も怪我の回復を待ちつつ、他の選手と共にシーズンに残留するが脱落を余儀なくされ、代わりに自らの使命によって、すでにシーズンを脱落していたリーベンをシーズンに復帰させた。 2005年4月9日、UFC デビューとなった、ザ・アルティメット・ファイター1フィナーレで、ロデューン・シンケドと対戦し、TKO 価値を収めた。2005年11月19日、UFC56 でリッチ・フランクリンの UFC、世界ミドル級王座に挑戦し、1ラウンドに、左ストレートで小巻きを喫し王座獲得に失敗した。微骨骨折し、以後、約2年間にわたって、 競技から離脱した。2007年9月19日の UFC ファイトナイト、トーマス VS、フローリアンで復帰し、ピートセルと再戦。3ラウンドに右ストレートで故勝利を収めた。2008年4月19日には UFC83 でカリブスターンズに判定勝利を収めた。11月15日の UFC91 ではデミアン・マイアにチョークスリーパーで敗れた。 2009年9月16日の UFC ファイトナイト、ディアズ VS、ゲヤドで、ティームクレデューと対戦。1ラウンドでダウンを奪われるも、2ラウンド3ラウンドでは、それぞれダウンを奪い返し、3から0の判定勝ちを収め、ファイトオブザナイトを受賞した。2010年3月31日、UFC ファイトナイト、フローリアン VS、ゴミでは、同じ TUF 出身のホルヘリベラと対戦。 にある開始直後に、リベラの左フックでダウンし、パウンドで TKO 負けを喫した。2014年12月16日、カンリー、ジョン・フィッチと共に、UFC に独占禁止法違反の起訴を起こした。ありがとうございます。